汝は戦場に活躍するのみならず、歴史をも見定めんとしているとか。その話を聞きたい。楽しかった。感謝する。それにしても汝が羨ましい。遠くへ。剣心も遠くへ行き、汝と同じ景色を見たいものだ。そうですよ、可愛い剣心。それに、あなたには関東に義を示す責務があるのですから。姉上。アヤと申します。可愛い剣心の姉です。もしあなたが剣心を連れ出そうとしていたら、ちょこっとだけひどい後悔をさせてあげるところでした。戯れです。剣心にはこの城、この国、いえ人の世すら狭い。時に窮屈で離れたいと思うこともあるのでしょう。しかし剣心がいなくなると、やがて抑えを失い、野心高き者が争い出し、この国は乱れ、民が苦しむ。あなた、そして可愛い剣心にもこのことは分かっていてほしいのです。少し脅しすぎましたね。あなたに会えて剣心も嬉しそう。また来ると良いでしょう。そうすれば私もきっと嬉しいですよ。ここいらの海を俺たちに通行料も払わずに通るた不定やつらだ。今後の見せしめだ。全員ナマスにしてサメの餌にしてやるぜ。キュンキュンしてます。死なせたないわ。ここは任せといておくれやすいな。やあ、お久しぶりどすいな。海賊衆の皆様方、親分さんはお元気どすか？げっ！これはお国さん。あ、いや、お国さんがお乗りの船とはつゆ知らず。よろしよろし、おわいこどす。うちもこの船が通行料払ってなかったって知らんかったし。うち、出雲のお社のため日の本全国で勧進してて、ま、旅にはいろいろありますよって。蛇の道は蛇どす。ま、なんぞ事があったら相談に乗りますえ。
日本海はうちの庭だすよって。これはこれは、いらっしゃる頃だと思っていました。こちらへ。じゃあ早速長話をさせてもらおうかな。信長公は英傑だ。私も熱烈に尊敬している。彼ならこの乱世を打ち破ることができるだろう。それは彼の即断即決の精神と独特の哲学による。彼は命の価値を、ただ生きていることを否定する。悠久の歴史の中、人の命、人間の50年なんて夢幻、ほぼ無に等しい。全ては無価値ならば、その無価値を粉砕し、その彼方に新しい価値を一気に創造するという考えだ。だから何をなすこともなく、何者にもなれず、時間に殺されるのを待つ者たちを信長公は許さない。私はここが承服できないんだ。百万一心、私の友の言葉だ。私がこの手で死に追いやってしまった大事な友だね。すべてのものは存在するだけで嫌でも価値が生まれてしまうものなんだよ。それは雑多でまとまりのない、取るに足らない些細なものかもしれない。だからこそ百万の矢となってまとまった時には決して折れない、とても強い力となるんだ。大きいからその歩みは遅い。だから明日全てが良くなっているということはないけどね。あなたも賛同してくださるのですね。であればなおさら実践しなくてはならないのでは。歴史は見るものではなく紡ぐもの。確かに信長公へ証明してみせなくてはいけないしね。いや、今高垣とこないだの信長公包囲の反省会をやってたんだ。あの時松永久秀をはじめとする近畿の諸侯を味方につけたまではうまくいったんですけどね。そこを覆すとは魔王の異名に恥じないね。信長公はやはり魔王を倒すには聖なる剣が必要だったかな。聖なる剣ですか。毛利の悪いところ、いいところでもあるんだが、少しずつしか変化を許さないところがある。それでは信長公の果断即決には対応できない。だから電光石火の戦術家を指揮官に迎えるべきだった。
聖なる剣とも言うべき人材、上杉謙信公さ。しかし謙信公はすでに亡くなられていました。父上のような偽装ではなく病で、本当に謙信公生存中に織田と決戦するのも不可能でした。当時上杉家は織田領と接していませんでしたから。だから織田軍と接する毛利領までお迎えするのさ。文字通りね。秘密裏にならもっと効果的だ。日本海を経由し謙信公に毛利入りをしてもらう。問題は日本海の交通に通じた人材が必要なことだが。さすが。あとは秘密裏に謙信公と接触する方法ですね。ですが聞けば上杉家の居城春日山城は警備厳しく、謙信公の出入りには綾御前が目を光らせているとか。どんな城にも簡単に忍び込める、そんな人材の協力が欲しいところですね。さすが。あとは謙信公と仲が良く説得に適した人材がいれば。それは目の前にいる歴戦の勇士に頼めばいいさ。君なら謙信公も動いてくれるだろう。さて歴史を動かすとしようか。